日本の林芳正外相は韓国外交部のパク・チン長官と会ってハーモニカをプレゼントしたことが分かった。日韓の国交正常化以降、過去最悪の関係と言われる日韓関係を回復しようとする両国外交トップの意気込みが確認できる。パク副長官はハーモニカの練習をしている。ハーモニーを奏でるだろうと強調した。外交筋によると10日、パク副長官は9日、ソウル大学校のソン・サンヒョン名誉教授、ハン・ビョン・チョル元人権委員長、チョ・テヨル元国連大使などが参加した昼食会の集まりで講演者として出て、このような逸話を紹介した。パク副長官は先月9日、岸田文雄首相の特使資格として鈴越大統領の就任式に出席するために訪韓した林芳正外相と夕食を共にして、両国間の関係発展案について議論した。パク副長官によると、当時、同氏は林芳正外相に私たちの懸案問題を当然解決しなければならないが、金浦羽田路線の空路からまず始めようと提案した年、今では1日に2万人がこのように入国制限を受けているが、これを引き続き増やす予定で、ビザも早急に免除されれば、過去のように日韓間の経済通商はもちろん、人的交流、観光、文化、学術交流など多様な分野で交流が行われるだろうと述べた。続けて、このように交流が行われると、両国国民の間で相互認識が改善され、それが懸案問題を解決できる土台になる可能性があると考えるとし、今朝新聞を見ると幸いなことに両国間の世論が少しずつ良くなっているという報道がされて、本当に励みになると述べた。林芳正外相が音楽好きであるという話にパク副長官は、もう日韓間は不協和音ではなく、しっかりとした和音を出そうと述べ、林芳正外相は贈り物としてハーモニカをプレゼントしたという。